アイテム番号 SCP-730JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-730JP はサイト81の 20mm 鉛板で内壁を補強した第8隔離収容室に保管されます。SCP-730JP 群の動向は常に監視カメラによって監視し、画像認識による追跡で各個体を識別します。各個体に何らかの変化が発生した場合はその記録を行ってください。新たな SCP-730JP 個体が第8隔離収容室付近で確認された場合、直ちに管理職員への報告を行い、後に収容してください。その他の場所で発見された場合、箱をかぶせて密閉することにより移送が可能となるので、その状態でサイト81、第8隔離収容室へ移送してください。説明 SCP-730JP は、あらゆるモノ体表面上に発生する、足跡の形をした黒色液体の出現及び消失現象です。SCP-730JP は、人間の右足跡の形と左足跡の形でそれぞれ一定距離内、最長 1.22m、で交互に出現し、最後に出現した個体を除き数秒間、最短4秒、最長11秒、で消失します。この特性のため、SCP-730JP の物体的性質に関しては黒色の誘導体であること、そして密度や粘性などの大まかな値しか判明していません。誘導体の出現量は不規則であり、厚みが確認できるだけの量が出現することもあれば、かろうじて足跡を淡く形成できるだけの量しか出現しないこともあります。SCP-730JP はその外見的特徴から、人型実体が歩行するに伴い発生した足跡であるように見えます。しかし、予想された人型実体は一切観測されていません。また人間であれば入り込めないような狭い隙間にも移動することが可能です。このことから、黒色液体の出現及び消失現象そのものを SCP-730JP として扱います。以上、人型実体1個体の歩行に相当する SCP-730JP を1組とし、現在財団は37組の SCP-730JP を収容しています。SCP-730JP、1から SCP-730JP、37。最初の収容個体である SCP-730JP、1は、2013年2月7日、府、市のハイマンションの中で学生によって発見され、関係者へ記憶処理を行った後に移送及び収容されました。SCP-730JP2 以降はすべて、自ら同収容室へ近づいてきたところを収容されたものです。どこから来たのかは正確に特定できていませんが、サイト外部で発見された個体がやってきた方向から、大部分は、府、市近辺に存在していたと予想されています。SCP-730JP2 以降の個体は収容までの間は明らかにサイト81、第8隔離収容室に向かって移動していましたが、収容以後は SCP-730JP1 同様に収容室内をうろつくように移動するのみであり、SCP-730JP 同士が接触しても特に何の反応も見られませんでした。SCP-730JP 各個体は初期は標準的な男性のものであり、すべて同一人物の足型として見られています。しかし不定期に形状変化が発生し、その結果人間の足跡の形状を逸脱するものも含まれます。SCP-730JP 各個体の形状変化の記録。形状については、撮影した画像から輪郭を中止写し、平均化したものを記録します。SCP-730JP 群、形状変化記録1から19。記録 1SCP-730JP 3、両足、第一肢の肥大化。2013年7月11日 AM 10時9分 SCP-730JP 収容個体数字7。記録2、SCP-730JP 6、右足側のみ、第三つ指の消失。2013年9月25日 AM 3時28分 SCP-730JP 収容個体数字7。記録3分 SCP-730JP 4、両足、かかとに当たる部位の消失。2014年1月6日 PM 8時56分 SCP-730JP 収容個体数字9。記録4分 SCP-730JP 8、両足、指の増加及び親指のとんがり。2014年3月8日 AM 11時53分 SCP-730JP 収容個体数字11。記録5分 SCP-730JP 11、右足側と左足側が分散、別行動を取り始める。
以降、SCP-730JP-11-A、SCP-730JP-11-B として記録。2014年7月10日 PM2 時30分 SCP-730JP 収容個体数字15。記録6分 SCP-730JP-7、両足、指の増加。2014年10月21日 PM4 時12分 SCP-730JP 収容個体数字16。記録7、SCP-730JP-13、左足、かかと部位の変形。2014年11月13日 PM10 時49分 SCP-730JP 収容個体数字16。記録8分 SCP-730JP-8、前述の変化に加え、さらなる指の増加。かかとのとんがり、第3つ指から第4指のとんがり。2015年2月1日 AM3 時1分 SCP-730JP 収容個体数字18。記録9分 SCP-730JP-10、両足、土踏まずの大幅な減少及び副次的な器官の生成。2015年2月23日 AM7 時48分 SCP-730JP 収容個体数字18。記録10分 SCP-730JP-11-A、すべての指の消失。2015年6月9日 AM2 時18分 SCP-730JP 収容個体数字21。記録11分 SCP-730JP-20、すべての指の位置の変動及び微細な形状変化。2015年7月31日 PM5 時25分 SCP-730JP 収容個体数字22。記録12、SCP-730JP-8、前述の変化に加え、さらなる指の増加、第2指から第5指の肥大化。2015年9月20日 AM11 時47分 SCP-730JP 収容個体数字26。記録13分 SCP-730JP-7、前述の変化に加え、さらなる指の増加。2015年10月3日 PM6 時44分 SCP-730JP 収容個体数字28。記録14分 SCP-730JP-29、両足、かかと部位の大幅な縮小及び指の増加。2015年12月23日 PM10 時31分 SCP-730JP 収容個体数字31。記録15分 SCP-730JP-3、前述の変化に加え、第2指の肥大化、及び第1指からの副次的な器官の生成。2016年3月17日 AM11 時23分 SCP-730JP 収容個体数字35。記録16、SCP-730JP-22、全体が不明な器官に変化。2016年3月21日 PM7 時10分 SCP-730JP 収容個体数字35。記録17分 SCP-730JP-14、左右への分割を主とする全体の変化。2016年5月4日 PM1 時12分 SCP-730JP 収容個体数字35。記録18分 SCP-730JP-32、吸盤状の器官の生成。2016年7月26日 PM4 時6分 SCP-730JP 収容個体数字37。記録19分 SCP-730JP-24、手の形へと変化。2016年11月7日 PM10 時38分 SCP-730JP 収容個体数字37。以降の文書の閲覧には、レベル3以上のセキュリティクリアランス及び精神耐性プログラムロ、11A の前処置が必要です。SCP-730JP-24 が手の形へと変化し、そこに指紋らしき模様が確認されたことから、拙者画像をもとに指紋の鑑定を行うことが提案されました。淡く形成された SCP-730JP-24 から採取した指紋は警視庁の所有する指紋照合データベースにより紹介され、その結果、刑務所に服役中のという名の34歳男性、以降、SCP-730JP-α と呼称の指紋と一致することが判明しました。SCP-730JP-α は、2012年9月より金銭トラブルを発端とした殺人の罪によって懲役12年の判決を受けています。裁判の記録によると、SCP-730JP-α は職場の同僚に頼まれて勤務10万を貸したものの、借用書で取り決めた期限の月に返済を求めたところ、自筆した氏名は最初からよく似た別の漢字を使用した偽りの名であり、そもそも借用書が無効なものである、と主張され激高、何度も殴打したと供述しています。インタビューログ、SCP-730JP-1対象 SCP-730JP-α。
インタビュアー天崎研究員。付記インタビューは、刑務所の面会室で行われました。SCP-730-JP、アルファは受刑者制限区分において面会には刑務管理区会が必要な第三種に指定されていますが、財団からの要請により立ち会いなしの面会を行いました。オブジェクトとの関連性が不明であるため、オブジェクトの説明は言っておりません。録音開始。2017年1月9日。天崎研究員こんにちは、3。SCP-730-JP、アルファー、失礼ですが、あなたは誰だろう。申し訳ないが、名前を思い出せない。天崎研究員はじめまして、と言うべきでしたね。私は天崎と申します。詳しくはお伝えできませんが、最近起こったことに関連してあなたにはいくつかお伺いしたいことがありまして。SCP-730-JP、アルファそうですか。答えられることなら答えますが、看守がいないのはどうしてでしょう。私はそういう扱いじゃないはずだ。天崎研究員それは答えられません。SCP-730-JP、アルファ構いませんが。4秒間沈黙。天崎研究員それでは3、2013年頃。つまりあなたが事件を起こしてここに来たあたりの時期から。SCP-730-JP、アルファ違う。違う。遮蔽板に顔を近づける、俺じゃないんだ。お殺したのは俺じゃ。5秒間沈黙。天崎研究員それは、あなたは事件を起こしていないということですか？冤罪であると。SCP-730-JP、アルファ、いや。SCP-730-JP、アルファすまない。ああ、その、殺したのは俺ですよ。間違いない。天崎研究員大丈夫ですか？ SCP-730-JP、アルファ大丈夫です。SCP-730-JP、アルファの状態を鑑みて、小休止を挟む。天崎研究員それでは、その、2013年頃から今までの間についてですが、身の回りに不自然な出来事や何らかの変化が起こったりはしていませんか？ SCP-730-JP、アルファ不自然なこととは？天崎研究員何でも構いません。そこに何もないのに体に触れた感覚があるとか、身体が勝手に動くとか、あるいはありえないものが見えるとか、SCP-730-JP、アルファ、ありませんね。4秒間沈黙。天崎研究員何もですか？ SCP-730-JP、アルファ、何も、そのようなことは。SCP-730-JP、アルファ確かに私は一時期、精神的に良くない状態になっていたことはありますが、今は回復していますし、その時期の間にも幻覚や幻聴の類はありませんでした。天崎研究員診療治療を受けていたということですか？ SCP-730-JP、アルファ まあ。天崎研究員では、その内容についてお願いします。SCP-730-JP、アルファ あれからの私は、その、8秒間沈黙。SCP-730-JP、アルファ、事件の後からずっと、あの時のことが離れなかったんです。すべての実感は、我がに帰った後からやってきました。SCP-730-JP、アルファ掴んだ植木鉢で思い切り殴りつけた時の衝撃と、人間の骨が砕けて曲がる手応え。今でもその感覚は覚えています。一人の人間として動いていた相手が、自分のせいで壊れた物体になってしまった。加害者の立場でこんなことを言うのは許されないとは分かっているのですが、自分のやったことを思い返す度に恐ろしさに怯え続けました。天崎研究員、それが原因で精神が悪化したということですか？ SCP-730-JP、アルファいや、その、何と言いますか。頭を抱える。SCP-730-JP、アルファ自分とは違う、常識の外にある何かが自分に身について、それであんな強行に走ったんだ。いつの間にかそれが真実だと信じるようになっていました。惨めなことですが、自分の行いの責任に耐えられなくて、いえ、今でもそう考えてしまうことがあります。人間一人の人生を終わらせるなんて、同じ人間である自分がするはずないって。天崎研究員今では、自分が行ったと認識しているのですね、診療治療によって。SCP-730-JP、アルファ、間違いありません。しかし、不意に事件のことについて触れられると、その思いが蘇ってしまうんです。13秒間沈黙。SCP-730-JP、アルファ本当に何かが取り付いていたのが真実なら、どれだけ私は楽になれるか。すいません、つい。天崎研究員、服役中はずっとそのことを考え続けていたということですか？ SCP-730-JP、アルファ
もし、何かが私の中にいるのなら、どうにかしてそれを隔離して、絶対に出られないような場所に閉じ込めてしまいたい。人間を閉じ込めるための刑務所ではなく、もっと化け物でも何でも閉じ込めてしまえるような強固で絶対的な施設に、そのうちどんどん凶暴化し、手に負えないようになる何かがいる気がするんです。それらをどうにかして封じ込めたい。そんなところまで考えて、こんなのは全て私の逃避思考の上の妄想だって思い出すんです。SCP-730JP、α 私は、一線を越えてしまいました。人一人の人生を終わらせてしまったのですから。一生汚れたままでしょう。相手がどんな性格だろうと、そこにどんな事情があろうと、人間一人殺してしまうと、もうまともじゃなくなってしまうんです。私はそう思います。SCP-730JP、α もう、何をしても元には戻りません。私の考えていた内容は以上です。11秒間沈黙。天崎研究員が深く呼吸する。SCP-730JP、α 大丈夫ですか？少し顔色が悪いようですが。SCP-730JP、α 聞いていませんでしたが、そもそもあなたはどういう立場なのですか？録音終了。ほい、2017年1月20日、新たな SCP-730JP 個体が1体、収容室付近で発見されましたが、SCP-730JP-1 から SCP-730JP-37 の初期状態と異なる足型であり、後にその個体は天崎研究員の足型と一致することが確認されました。聞き取りの結果、このことを薄々予想していたことが判明し、天崎研究員は監視対象に指定されました。記憶処理による治療が可能ではないかという検討もなされましたが、取り返しのつかないことになるかもしれない、という天崎研究員のコメントから実施は延期されています。天崎研究員に対する手紙、あなたは財団の研究員です。あなたのこれまでの業務はすべて、異常存在から人類を守るという使命に基づいています。これまでに業務で言ったことを、SCP-730JP、α の行為と重ねないようにしてください。あなたの前担当オブジェクト、SCP-JP、で行われた実験においては、確かに少なくない人数の D クラスが消費されました。しかし、それはあくまで使命のためであり、D クラスはそもそも死刑囚の集まりです。何も気にする必要はありません。